く結晶になれ。はい、レコです。引き続き司会進行役を務めさせていただきます。そして解説はおなじみ、世界初のプロガンプラファイター、ミスターガンプラです。よろしく。連日熱い戦いが繰り広げられているこのトーナメントですが、あまたの激戦を経てついに本日この日を迎えました。そう、決勝戦だね。決勝に勝ち上がったのは不動の王者マイスタージンのクラン、そして奇跡のチームが再び決勝まで勝ち上がっています。前回トーナメントではアクシデントにより決着がつかなかったわけですが、まさにその時と同じ顔合わせが実現しました。あれから経験を積んで実力を上げたであろう奇跡のチームの成長をマイスターとの戦いで確かめることができそうだね。完成している諸君も大いに盛り上がっていることだろう。真の最強チームは果たしてどちらか。まもなく決勝戦の開幕です。やはりこの顔合わせとなったか。君たちなら必ず勝ち上がると思っていたよ。また戦えるなんて光栄です。よろしくお願いします。そんなに固くなることないって。一度戦った相手じゃない。決着をつける時が来たな。ああ、今度こそ白黒つけてやるぜ。お互い全力を尽くそう。悔いのないようにな。決勝にふさわしい素晴らしい戦いになるのを期待しているよ。君たちの全力見せてくれ。マイスター、なんかやけにシリアスな雰囲気じゃなかった？俺らを警戒してるのかもな。前回の決勝でも互角だったし、向こうも油断はしてねえってことだ。そこまで認めてくれてるってことか。ますます気合が入ってきた。そうだね、私たちも気を引き締めて。ああ、ミサ、ちょっといいか？何？決勝前で盛り上がってるところなんだから、水を差すようなことしないでよね。ほっと、そりゃ悪かったな。だがこれだけは今のうちにお前に伝えておこうと思ってな。俺たちのチームのエースだったあいつのことだ。ん？マハラの事件でも話しただろう。実はな、俺前に渡米した時あいつと再会したんだ。え、そうなの？あいつ今どこで何してんの？なんで私に何も言わずにいなくなっちゃったの？あいつも門松もほんと薄情なんだから。すまなかったな。だけどあいつにも事情があるんだよ。俺がいろいろ隠していたのと同じでな。分かってやってくれ。しょうがないな、そんな風に言われたら。ただあいつは元気でやってる、それだけ伝えたくてな。大事な戦いの前だってのに邪魔してすまん。決勝頑張るよ。そっか、あいつ元気なのか。どうしたの、お姉ちゃん。今の話で思い出したんだけど、あいつとマイスタージンってなんか似てるんだよね。
その人もアイマスクしてたってこと？いや、そういう意味じゃなくて、雰囲気というか、なんというか。なら、あれやないですか？有名人が身近な人に似てるように感じるみたいな話とか。そういうんじゃないんだよね。本当に似てるんだよ。二人とも覚醒の使い手だし。でも、もしマイスターがあいつだったとしたら、正体を隠して私の前に現れて何も明かそうとしないなんて、それはそれで変な気がするんだよね。お姉ちゃんだってミスターのアバターで私の様子を見てたけどね。過去に触れられたくない理由でもあるんじゃねえの？さっき門松さんが言ってたみたいにさ。でもやっぱりなんかすっきりしないな。この決勝、私が出撃していい？マイスターと直接戦って本当のことを確かめたいの。私も行きたい。今度こそ決着きっちりつけなきゃ。ここまでの戦いを考えても二人は調子ええみたいやし、ええんとちゃうかな。となると最後の一人はやっぱ君にお願いするしかないな。そうですね。マイスターと戦うのであれば、覚醒を使えるあなたが適任でしょう。頼んだぜ。決着をつけるって言っても勝って終わらないと意味がねえからな。わかってる。目指すは優勝のみ。
さない。よし、次次。強敵が出てきたよ。強敵出現って感じだね。この調子でどんどん行くよ。来たか、マイスター。待って、バトルの前に聞きたいことがあるんだけど、ひょっとしてあなたは。ここはガンプラバトルの場、余計な話は不要だ。互いに全力を尽くそう。さあ、来るがいい。そう簡単には答えてくれないよね。じゃあまずは全力で勝負。今度こそ決着をつけよう。優勝するのは私たちだよ。遅いぞ。捕らえた。隙だらけ。避けられない。いいぞ、もっと来い。なんと生きれるか。深く捕捉された。開ける。こ
どの使い手とは容赦はしない。そこだ。捕捉された。やっ、捕らえた。捕らえよう。どうということはない。早っ、直撃。くれ。この程度で崩れはしない。捕らえよう。すっごい、マイスターと互角に戦ってる。驚いたな。前回の決勝と比べてもはるかに成長している。数多くの戦いが君を成長させたのか。君は本当に強くなったな。だが私が求めているのはもっと高い領域。ここからだ。ここからが私の全力だ。行くぞ。君たちの真の力を見せてみろ。当てる。この程度。直撃。なんと。この程度で崩れはしない。当てる。直撃。まだ終わらない。見事だ。君たちの勝ちだよ。バトルトーナメント優勝おめでとう。やったー、優勝だー。決まったー。バトルトーナメント優勝は奇跡のチーム。マイスターの連勝記録をついに止めました。バトルトーナメント優勝や。俺たちが GB4 最強ってことだな。リンさん、ミサさん、それにあなたも本当に素晴らしい戦いでした。みんなありがとう。優勝おめでとう。決勝にふさわしいいい戦いだった。負けたっていうのになんでそんなすっきりした顔してんだよ。絶対王者とまで呼ばれていた方が敗北を喫することになったのです。悔しさもあるはずでしょうに、なぜそこまで笑顔でいられるのですか。待ち望んでいた存在に出会えたからかな。この世界を託せる、そう思えるビルダーがやっと現れてくれたのだから。託す？なんか大げさだね。まるで引退するみたい。みたいではないよ。私はガンプラバトルを引退しようと思う。
やりたいことがあってね。とはいえ今すぐという話ではないよ。リリン君救出という大仕事も残っているしね。その件に関しては引き続き全力を持って君たちに協力させてもらうよ。さすがは主殿だ。では改めて優勝おめでとう。おめでとうって言われたところで、頭の中が真っ白だぜ。マイスターがいない GB4 なんて想像もできないと言いますか。しかも僕らに負けたことで引退を決意したんやったら、僕らがみんなからマイスターを奪ったってことになるんかな。そうだよ、マイスターだってこうなってほしいって思ってたんでしょ。だったらマイスターの期待に応えられるかどうか、私たちがどれだけ頑張れるかって話だよ。そうだな、凛ちゃんの言う通りだ。マイスターの代わりなんて務まるかどうかは分からんけど、とにかく頑張るしかあらへんな。身の引き締まる思いですが、それが勝った者の責任ということですね。 GB4 も世代交代ってことだね。アヤト商店街チームもそうだったけど。あ、どうしたの。結局マイスターの正体のことを聞きそびれちゃったなって思ってさ。バトルの最中はそれどころじゃなかったし、さっきは引退宣言でびっくりして。お疲れさん、それと優勝おめでとう。あ、門松さん。そうだ、そっちはどうなったの。リリンの様子は。ああ、その話をしようと思ってな。バトルトーナメントを通じてみんなの熱い思いをたくさん集めることができた。あとはこれをデータの形にしてリリンのアクセスルートに突っ込んでやるだけだ。ようやくリリンを助けに行けるってこと。そのための準備をこれから始めるところだ。準備が整ったらまた連絡する。その時は頼むぜ。任せといて、今度こそリリンを目覚めさせるんだから。メッセージ…え？ミサさん？どうかしました？ううん、なんでもないよ。なんでも…先ほどは急な話で驚かせてしまったね。すまない、ミサ君。気にしないで。それより私一人に話したいことって何？まさかその仮面を外して正体を明かしてくれるとか？今の私はマイスター・ジンだ。それ以上でもそれ以下でもないよ。いつかは明かすべき時が来ると思っているけどね。そっか、残念。じゃあ何の話？引退した後の話だよ。やりたいことがあると言っただろ。ずっと待たせている友達がいるんだ。 GB4 を離れた後に彼を迎えに行こうと思う。友達？それって引退しないとできないことなの？ああ、彼はとても遠いところにいて、行こうと思っても簡単に行ける場所ではない。
行くための準備を整えるだけでもどれくらいの時間がかかるかわからない。そもそも彼のところにたどり着くことができるかどうかすらわからない。それでももう一度会いたいとずっと思っているんだ。その気持ちわかるよ。私にもそういう友達がいるから。マイスター、一つお願いがあるんだけど。何かな？その友達に会えたら必ず戻ってきてよ。このまま勝ち逃げなんて嫌だから。それに私もその友達に会ってみたいし。そうだな、必ず戻ってくると約束しよう。うん、約束だからね。